26日放送の TBSK サンデーモーニング日曜前8時で世界中で感染が拡大する新型コロナウイルスについて特集した番組では東京福岡など各地の病院で発生している院内感染の現状を伝えた都立隅東病院では一般病棟を中心に医療従事者26人が院内感染し救命救急センターを閉鎖したことを報じ また医療従事者と患者の26人が院内感染した福岡市の福岡記念病院を取材し感染が広がった原因を検証した現在同病院では入管者全員に検温と手指消毒を実施し対策を講じていることを伝えた司会の関口博士は こうした現状に医療従事者の方たちの今の苦労は本当に大変なものだろうと思うけどと案じた上ででもどっかでどうして専門家なのに移ってしまうんだろうっていう疑問は拭えないよねと指摘したさらにスタジオで日本看護協会が今月20日時点で全国54の医療施設で医療従事者患者が783人の感染を発表したことを伝えた。関口は拡大する院内感染に医療 の従事者が先線離脱されると本当にもっと我々が困らなきゃならないとコメントしていた。次のビデオでお会いしましょう。よろしくお願いします。購読のようにクリックして最新のニュースを入手することを忘れないでください。ご質問がある場合はメッセージを残してください。さようなら。またニュースでお会いしましょう。